時報、中日今日も食堂に米が出ていない。ソースは CBC ラジオ赤味噌も嘆いている模様。てか若狭アナのラジオ情報だとまだ米出てないらしいな。実際のところどこまで事実かは分からんけど、この人が言ってるなら本当に急に米がなくなったのは事実なんだろうな。別に戻せばええのに。令和の米騒動、マジで米出てないのかよ。腐ねたかと思ってた。若狭ってのはガチガチのドラ吉アナウンサーな選手とも仲良く、情報はトップレベルに詳しい。こいつが言うならマジ。地元放送局に米を確認される球団。白米断裂で今季絶望。出場選手より米が出るかどうかの方が気になる。立浪監督は誠話題作りが上手なお方。兵糧攻めってやつやな。作詞屋で立浪は、おにぎりの持ち込みは OK ですか。さすがにおかしいやろ。立浪何様だよ。栄養士でもないくせに従う球団もあたおかすぎて擁護できん。一杯だけみたいな制限じゃなくてもう米自体出てこないのか。しんどいな。ラジオで米予報が流れるのは草。タッツは意固地になってそう。今日は大島の2000本安打で赤飯のサプライズがあるんや。ソースが後から追加される男。大丸が切れたのも真実だった模様。ラジオで米情報が流れるって戦前かな。